ショータイム、二都編の友人屋です。で、隊長です。隊長でございます。そして今日はですね、今週の、はい。もうすぐトップ10。はい。昔ありまして、ベスト10とかで、もうすぐベスト10入りする、はい。人をお呼びするみたいな。あ、はいはい。で、はい、すいません、桃人さんです。はい、桃人です。よろしくお願いします。指しらすさん。はい。のことが好きな桃人さんです。はい。動画の一番。それは何ですか、M8 ではなくて。動画を一本目上げて、はい、で、僕のツイッターをフォローしてくださり、はい、YouTube、INFJ です、はい。っていう紹介から、私はこういうのが好きですって話をされていて、はい、で好きな YouTuber はのところで、はい、来るかなと思うじゃないですか。はい、フォローした瞬間ですよ、はいはい。フォローしてくださった瞬間。はい、で、指しらすさんですで終わってるんですね。はい、ちょっと突っ込みますよね。画面に向かって。はい、はい。おいと。俺はいって。はい。という桃人さん。最近調子いいですね。はい。なんかちょっとずつ、登録していただいてて、ありがたい限りではあるんですけど。このちょっと安入な感じがいいですよね。答えづらいですよね、そんな感じは。はい。すいません、ちょっとおっさんが。浮かれてしまって、はい、なんせ20代の女性と交わる機会も僕ないので、はい、あ、本当ですか、浮かれる気持ちはちょっと途中キモいって言われますからね。あ、じゃあ抑えましょう、抑えましょう、はい、そうですね、コメントでいただきますからね、はいはいはい、抑えて今日この桃人さん来てくださいましたのは、はい、視聴者さんの GT さんという、はい、おそらく男性なのかな、ですよね。が、はい、辞任で INTP ですと、うん、で、INFJ さんへのアプローチの動画をお願いしますっていう、はい、リクエストをいただいたので、うん、本当はこういう、こちらの本、あなたにぴったりな相手がわかる16の性格で、こんなこと言ってますよっていうのかなと思うんですけど、はい、あ、知り合いでいたと。うんうん、で、僕前その、桃人さんのスペースでお話しさせていただいたんですね。はい。で、ちょっと面識もあったので、声をかけてみたらですね、うん、出てくださいました。ありがとうございます。辞任が INFJ なんですよね。INFJ ですね。一応、今んとこ。今んとこ。今んとこ。はい。で、この桃人さんは、周りの人のことも、はい、タイプで結構お話しされるんですよ。この人はこういうタイプって話。そう、例えば上司が ESFJ だ。うんうんうん。アバンみたいな。うん、うん。これ ESFJ じゃん、みたいな。ESFJ。っていう結構言って、あと妹さんも、はい、妹さんが何のタイプでしたっけ ?ISTJ って言ってましたね。っていう、で、なんか、はいはい、もともと私が思ってたタイプがあって、うん、ちょっと違ったみたいな、うんうん。っていう、多分、なんで僕よりも全然、そういう話ができるのかなと思ってます。はい。僕は全く人のこと見えないので、はい。このタイプだとかって。うん。ちなみに、桃人さん、INFJ じゃないですか。はい。あれ、辞任が。はい。で、この、桃人さんのツイートを見ますとですね、はい。よくその、会社のこの上司がどうだみたいな話をよくされますよね。うんうん、はいはい。っていう、なんて言うんでしょう。INFJ の主機能は、はい、うん、内向直感、はい、からの外向感情ですよね、はい、なので我々から見るとこの内向の人は、うん、先の外向感情の方が、はい、目立って見えるというか、うん、多分外に向いてるから、外に向いてるから、はい、なんで僕桃人さんと前一回話したんですけど、うん、僕よりもポジティブなんですよね、はい、僕がネガティブだからなのかな。はい、一人で話される、はい、YouTube を上げてらっしゃるリンクを貼っておきます。うんうん、その時は結構このトーンなんですよ。はい。桃井香りのトーン。はい。桃井香りのトーンはみんなに通じるんですか？桃井香りのトーンが通じない。でも、このちょっとなんか、はい、安入な感じ。気だるい。はい。で、ボソボソって喋る、うん。でもなんか僕とお話すると、うん、なんかとてもポジティブで、はい、今10人の方が見てくださってるんですけど、はい、
なんかこれが減ったりすると落ち込むんですね、うん、でもこの方は、うん、いや私がいいからいいんです、私が楽しいからいいんです、うん、っていうなんか自分で決めれる人だなと思ってます。内向だからじゃないですか。内向はそういう人、内向はそういう人じゃないですか。自分の内に目が向いてるんで。ああ、で今この状況あるじゃないですか、はい、僕と隊長が喋る、はい、私何したらいいのなんですよ。でちなみにこの人が奇数恐怖の人です。はい、はい、3人じゃないですか。そうで、この状況が多分嫌だなって話をされてて、多分これが嫌なんですよね。いや、この場合の変形ですけどね、今はその空気感的に平気です、フィーリング。なるほど。全然、うんうん、気にしないでくださいって感じです。楽しいって。 ありがとうございます。でこの方やっぱりこの NF だけあって、はい、アイデアが内向直感だからなのかな、はい、焼肉で一覧システムが欲しいっていうツイートを上げてて、うん、あ、ほんとそうじゃんと思って、うん、おっしゃってましたよね。私じゃないか。私じゃないかも。嘘、なんかおっしゃってませんでしたっけ。あ、本当ですか。わかんない、うん、でもそれは思いますね。言ってたか覚えてないけど、合わせてか、合わせてか。いや、なんかね、焼肉、いや、ほんとほんと、あ、本当にそうと思って、うん、という、いや、思います思います、それはマジで。一人の動画だとアンニュイだけど、はい、こうやって喋り出すと笑顔あふれる、はい、桃人さん、はい、あっちゅう間に抜いていくんでしょうね。いや、はい、で今日この桃人さんにアプローチの方法、はい、どういうのが効果的ですかねっていうのをお伺いできればなと思ってます、うん、はい、はい、あ、ちなみにどんなアプローチな方法をしてくれみたいなのってあります？これちょっと無理やりな投げで申し訳ないんですけど。あ、どういうのに弱いとか、どういうのは苦手とか。あ、そうですね、下心丸出しでガツガツくるのはちょっとなって思いますね。でも僕でも下心の僕でも、はい、多分お付き合いしたいと思った時は、うん、その下心は出しませんよ、うん、あ、でもそういうのは匂うもんですか？匂いますね。二等兵さんからとかじゃないですけどね、その 誰であろうと、なんかそういう雰囲気はやっぱ感じ取れる感じはする。匂うと、まあ匂う、ガツガツガじゃないですか。下心は、まあ、はい、隠すじゃないですか。露骨な人はそうはない。あ、それは要はなんか付き合ってくれ付き合ってくれみたいな、付き合ってくれ付き合ってくれとか、デートしようデートしようとか、ご飯行こうよご飯行こうよみたいな。じゃあ僕ダメかも、うん、僕みたいなやつ。だ、抑えた方がいいって話じゃないですか。ああ、はい、これちょっと僕の話ですいません、うん、僕がよくやってたのって、うん、自分だけ呼び方を変えるっていうのをやってたんですね、うん、昔サソリ座の女性がのことが好きで、はい、うんうん、その子がそういうのをやってたんですね。その子は、その子がそういうのやってた、はい、そのサソリ座の女性が、うん、例えばみんながケンイチ君のことをケンちゃん、うん、ケンちゃんって呼ぶ中、うん、その子だけイッちゃんって呼ぶみたいなのをやると、はいはいはい、うん、なんかそう呼ばれた方が好きになるんですね。はい、でっていうのがあるっていうのがあって、僕も、うん、あ、それいいなっていう、このシステムは使ってるんですけど、はい、それってどう思います？あ、なんか それだけだったらなんか気にかかりますね。そのなんだろう、あ、なんか違う呼び方してくれてるっていう風に思って、でそれプラスガツガツが来るとその一線引きたくなる気持ちはあるんですけど、そうシンプルにこう人間関係としてなんか仲良くしていく中でそのちょっと違う呼び方をしてくれるってなると、ちょっとなんかいい意味で認識する。止まりました。電波状態が電波大丈夫です大丈夫です。うちが田舎だからですかね。でもちょっとこのまま気にせずで、今日くださってるのが INTP さんなんですよ。はい。で、ちょっとこの INTP さんと INFJ さんの付き合ったらどんな風になるかっていうのを、はい、読まさせていただいていいですか。うん、すいません。せっかく来てくださったのにすいません。はい、この INTP と INFJ のこの2人の組み合わせは、2つの特質が共通する INTP と INFJ。1人で過ごす時間を大切にし、互いのプライバシーを尊重しますと。どちらも直感を信頼し、物事の将来性と展望といった大きな物事について語り合うのを好み、
ユーモアのある満足いく関係を築きますと。で、まあ、この辺はいいところですよね。ただ、この相手に不満を覚えるポイントとあるのが、INTP は独立心が強い一方、INFJ は心のつながり。INTP さんって心ありましたっけ？心がありますよ。ありましたっけ？はい。じゃあ、このまま読みます。心のつながりを求めており、物事を徹底的に話し合いたいと思ってます。うん、INFJ さんは。はい。僕と守人さんがスペースで喋った時も、うん、僕仕事中だったんですけど、はい、1時間超えましたね。うんうん、はい。繋がったんですかね、あの時は。はい。で、はい、また、INFJ は強い道徳感を持っており、物事には正しい方法があると信じているため、INTP にとっては口うるさく感じられますと。その上、INTP は冷静で落ち着いており、愛情を大げさに表現したくないので、はい、自分の殻に閉じこもりがちですと。で、INTP は自分の世界に長時間没頭しすぎて、INFJ との間に問題が生じても気づかないことがあると。あ、また、自分の担当ではない事をこなしているうちに、INFJ さんは不公平だと感じる。うん、家事の分担で。うん、で、INTP の方にしては、あれしろこれしろとうるさく言われたっていう感じがして、うんざりするというのが書いてあり、この INTP さん側から INFJ と良好な関係を築くために、はい、なんで、INFJ さんのニーズに INTP が合わせるためにですね、うんうん、もっと話そう、うん、自分がどう思いどう考えているかを伝えようってあるんですね、うん、これできましたっけ？INTP さんに。できますよね。できますかね。できますよ。うん。でもなんかめんどくさいって思う人じゃないです。そのさ、結局あれじゃないですか。どうなりたいかですよね。ニーズがあれば。はい。ニーズがあれば。ニーズありきで言うとそうですね。ニーズがあればできるじゃないですか。大抵のこと。僕はでも、そもそも僕はこのアプローチするときは自分を追っていくので、はい。なんか言われたら、あ、それいいね。興味があったんだよ。はい。で、できるんですよ。で、それをやめてくださいって言われたら、できます？相手と仲良くなるためにはそれをやめた方がいい。あ、自分のやりたいことやってくださいみたいな。自分のやりたいことやってくださいとか、今やってる方法は、例えば間違いですって言われたとするじゃないですか。はい。この人はそれが趣味じゃなくて、この人はこういうのが趣味だから、それをやってくださいって。趣味に合わせるならできます。はい。ただ、このやり方を変えろって言われると、はい。じゃなくて、あなたの好きなとこに連れてってとかだったら。はい。それをやめて、あなたの好きなこと連れてってあげるよ。とか、そのやり方があるわけじゃないですか。目的があって。はい。あ、これ、違うのかな？人によって違うのかな？僕の場合、目的思考なので、はい。目的がそこにあって、それを絶対手に入れたいって思ったら、自分のやり方とかは平気に変えれるわけじゃないですか。で、僕は、はい、僕もどちらかというと そのタイプ、はい、で相手が求めてるのがこれだったらそれをできるって話ですよ。でも INTP さんってできると思ったんですよ。だそこに目的がなければできないと思いますよ。この人と仲良くなりたいって思いがなければ。ああ、なるほどね、うん、リビドーっていうじゃないですか。でそこがあるかっていうのは僕考えるんです、はい、でそれがあればできるんじゃないですかって話です。ああ、なるほど、はい、であとは INFJ さんが話をしているときは集中して耳を傾けようと、うん、で言葉や体を使って積極的に愛情を表現しようと、はい、非論理的だ、大げさだと言って INFJ の話を否定しない、はい、進んで家事をこなそう、約束や時間を守ろうとありますね、はい、でちなみにこの守人さん INFJ さんですと、はい、今話を聞いてて INTP さんのこれまでになんかそういうタイプっていらっしゃいましたか？ああ、まあ、いたはいたと思うんですけど、多分、なんか、めっちゃ仲良くなったりはないかなって思いますね。今のとこは。周り、うん。そんな距離の近いところにもいなかったかもしれないですね。どういう人と仲良くなります？私の周りには、その、それこそ、SF が多いんですよ。合わせてくれるタイプ。ああ、それはなんか別に自ら望んだわけではなく、わけではなく、気づいたら、まあ、もともとそんな友達が多い方じゃないんで、無意識のうちにそういう子が
生き残っていったじゃないですけど、なんかそういう感じだったのかなと思いますね。ちなみにこのこれまでのその付き合いとかもそんなタイプが多い、うん、あ、それは全然違くて、むしろ我が道行くタイプについてったりとか追いかけてったりとかが多い。友達の仲いいのと、はい、そういうのはまた別な話です。別なんですね、はい、で今の話を聞くと、はい、ってことは桃人さんは結構自分のニーズでお付き合いが始まる感じ、はい、要は受け身ではなく。ああ、そうそうだと思います。いや、なんか、はい、ってことは INTP か、いや、もう僕の今のあのマーケティングでは、はい、INFJ イコール桃人さんなので、はい、だとするとこの INFJ 理想家とよく言われる、はい、うん、だとこの理想の人に付け入る隙はあるんでしょうかと思ったんですよ。ああ、うん、いや、私は好きな人がいます、理想を持ってます、はい、うん、っていうところに、うん、こっちから違う人が来るんですよね。はい、入れるのかなって今思ったんですよ。いや、入れると思います。なんか、はい、理想の恋人っていうところにはこう確固たる理想があるわけじゃないというか、もっと先、なんかもう人生スパンみたいなところでの理想があって、でそこにたどり着くにはまあいろんな方法があると思うんですよ。そのなんか、あ、この人、例えばですけど、こういう人と付き合ったら理想にたどり着けるかもっていう思考に多分持ってくっていうか、そういう思考になるんで、一回付き合ってみるとか、例えばですけど、一回付き合ってみるとか、あ、好きかもしれないを信じてみるとか、そういうことは多分すると思うんで。人生の理想っておっしゃいました今。はい。人生の理想って何ですかね。理想を探してるって話じゃないですか。ああ、なんだろう、こういう人生を送って終わりたいみたいなところですかね。なんかのの想像、まああくまで想像ですけど、こうなったら幸せなんだろうなみたいなのを漠然と思っていて、でもそれを実現するためにどうしていこうみたいな風に生きている感覚があるので、なんかその手段としてこの人がの存在があるかもしれないみたいな。それは付き合ってみないとわからないっていう考えだから、あの付け入る隙はありますよって話じゃないですか。あ、そうそうそう、なるほど。なんかそんな先、結婚とかを考えるっていうこと？あ、結婚もそうだし、結婚したらこの人と結婚したらどうなるかなみたいなのは、例えばそのちょっとキモいかもしれないですけど、付き合ってない段階でもはや好きになる前の段階ぐらいで想像したりはします。すごい分かって、僕もなんか、はい、これ付き合うんだったら付き合うの先が結婚だから、この人と結婚したらどうなるんだろうとは常に付き合うとき考えるんですよ、うん、はい、考えません？考えません。今2人ですかね、こっち結婚考える側、はい、いいじゃないですか。これ N なんですかね、その考えるんですかって僕は逆に思う。だって付き合うっていうことは、はい、責任を持つっていうことですよね。その責任持てるようになったら結婚するって話じゃないですか。でももう持てるようになるのが前提じゃないですか。前提じゃないですよ、積み重ねじゃないですかっていう感覚です。で、と僕は僕の人生を信じてるんですかね、じゃあ。信じてるのかなと思ったんですよ。はい、まあ理想があるってことじゃないですか。ああ、じゃあいいのか。だからこう付き合って、はい、結婚してって想像するわけですよね、はい、そしたらあんまりいい結婚生活が想像できなかったらもう付き合うのもやめる。ああ、かもしれないです、うん、っていうことってありますよね多分。うん、あります。もう遊びで付き合うの概念が私にはあまりないので。遊びじゃないですよ。僕もそう、今の意見は森戸さんと一緒で、はい、遊びで付き合うっていうか、はい、一つ一つ試験じゃないですか。あ、この付き合ってみないと分かんないって話ですよ、はい、この人と結婚まで行くかどうかは付き合ってみないと分かんないじゃないですかっていう感覚です。あ、はい、だから付き合ってみて、うん、そういう感覚なんですよね。はい、はい、だから先にこの人と結婚で、そこでジャッジはしないみたいな話ですよね。でもなイメージですよ、したらどうなるだろうっていう。だから分かんないことをイメージしても意味がないって感覚です。あ、はい、今ちょっと桃人さんと今こうやって、はい、肩を組んで、だからまあそこは S と N の違いかなって、あるかもしれないですよね。はい、はいはい、